日本語コンテペイ GO! 日本語学習者の皆さんを朝からいつもいつも応援するポッドキャスト今日は元気の秘訣についてはい、皆さんおはようございます日本語コンテッペイの時間ですね元気ですか あの、元気の秘訣。秘訣というのは秘密みたいな意味ですね。元気の秘訣。ね、元気の秘訣がありますかあの、僕にはおばあちゃんがいますね。おばあちゃんはもうすぐ90歳ぐらい。でも、とても元気です。 僕には、えー、お父さんとお母さんがいますね。えー、二人とももうすぐ70歳ぐらいですけど、とても元気です。で、元気の秘訣、ね、なぜ僕の家族はみんな元気かなと思って見ていると、僕の家族は、 あのよく食べます、ね、よく食べるよく食べるといってもこうジャンクフードとかなんかこうか悪いものをたくさん食べているわけじゃなくて健康的なバランスのいい食事、ね、バランスのいい食事ですねまああのタンパク質プロテインですねタンパク質炭水化物 あのカーボハイドレスかねあの炭水化物いろいろな野菜とか果物とかバランスよく食べているそしてよく寝てますね十分寝ているよく休んでいる、ねえー、そしてストレスが多くない生活をしているまあ それはリタイアしてるしあの仕事をしてないしまあ実は僕のお父さんは仕事をしてるけど、まあ、ストレスのない仕事をしてるし田舎に住んでるしいろいろ違いますよね。皆さんとは違うかもしれない、えー、僕たちとは違うかもしれない。えー、都会に住んでいて仕事をしていて子供を育てたり みんな忙しいいと思います、ね、ストレスが多いかもしれない。でも元気の秘訣はやっぱりよく食べて、ね、ちゃんと食べてちゃんと寝るそしてあのストレスを減らすもしくはストレスがあってもそれをちょっとこうリリースする、ね、ちょっとこうストレスを発散するといいますね発散する。 スストレをを発散するる方法を知っている例えばあのある生徒さんがいますね僕の生徒の一人彼はあのアメリカに住んでいる、ね、ロサンゼルスじゃないけどそうカリフォルニアに住んでいる人ですねで彼は自転車に乗るのが好きですね自転車に乗るのが好き で、自転車に乗るとあの他のことを全然考えないらしいですね仕事のこととかあのそういうことを全然考えない考えられない自転車は結構あの速いですねスピードが速くてまあ気をつけないとちょっと危ないですよね。あの彼の乗る自転車は結構速い自転車ですね。 えー、僕が乗っているママチャリみたいなあの日本にあるでしょママチャリみたいなこのちょっとこうママたちが乗っているようなあの遅い自転車ねじゃなくて僕の生徒さんが乗っているのはか,かなり速い自転車ねそういう速い自転車に乗ってると集中しないと危ないですよね集中してるから他のことを考えないですよね 自転車に乗っている俺は今自転車に乗っているんだ、まあ、それだけを考えて仕事のこととかを考えられない。で1時間ぐらい自転車に乗るとあっストレスがちょっと少なくなった、ね、そんな気がするらしいんですよだからやっぱり大事なのは他のことに集中する。自分が好きなこととか あのスポーツとか勉強とか何かに集中すると実はストレスは少なくなっていくかもしれない <laughs> かもしれませんまあもちろんあの忘れられないほどね大きいストレスもあるかもしれないけど、まあ、できるだけねできるだけ何か自分が好きなことに集中して仕事のこととかちょっとこう忘れた方が いい時はもちろんあると思いますというわけでまあまあまあ今はまだ朝でしょこれからもあの一、ー、日あの素晴らしい一日にできるように頑張ってください応援してます、はい、というわけでチャオチャオアストレゴまたねまたねまたね